はい、こんにちは、ブルーホースです。今日もデトロイトやってまいりましょう。今回はカーラパートでございますね。大口を開けて寝ている豚野郎がいるんでね、うん、おはようございます。さ、寝るならソファーじゃなくてベッドで寝ましょう。で、あなたは結局今日一日何をやってたんですか？俺だって頑張ってるんだっておっしゃってましたよね。レッドアイズ、ブラックドラゴンなんかじゃブルーアイズには勝てませんよ。ということでお食事を出しましょう。食事を出す以外にできることは何かあるのかな？特に情けですね。じゃあ行きましょう。はーい、ナポリタンです。いや違う違う、ミートソースです。There wasn't much in the kitchen. ありやすいですけど、これしかなくて。どうぞ。食事を用意した。電気をつける。はいはいはい。パッチ。で、アリスとットに。あ、その前にナプキンをつけましょう。はい、どうぞ。妙な人生だ。I lost my job. 俺はアンドロイドのせいで職を失った。Then I need somebody to take care of this goddamn house. 地の家事は誰がやってくれてんだ？どちらさんだ？あ、どうも、カーラです。Fucking Android. 憎みたらしい。アンドロイド様さ。What a joke. 笑えて。次の指示を待つしましょう。今も人間、今じゃ誰も人間のことなんか気にも留めやしない。機械の方が便利だからな。アンドロイド。早く食え、冷める。Fucking perfect. They ruined my fucking life. なんでそんな怒ってんの？いいか、早く食べなさいよ。で、おい、何見てんだ？なんだってんだよ、クソガキ。出た、始まった。Not the life you dreamed of, eh? あれ、動けない。Maybe you think this is easy. 苦労してる人間があんな大口開けて寝ます。時間を失う。どうせお前はこんなブラリに住んでるの全部俺のせいで。母親がいなくなったのも俺のせいだと思ってんだろ。You should stop taking drugs. Sometimes you can't take it. Fucking bitch took off without a word. 何も言わずに消えやがった。Fucking whore walked out on me for a fucking day. 会計士と一緒に逃げやがった、クソ！It's all your fucking fault. お前のせいだ。Get back here. おい、どこ行く？ Come back here. おい、どこに？今すぐここに戻ってこい。You stay there. そこにいろ。Don't you dare fucking move. 一歩でも動いたら、bust you worse than last time. ぶっ壊してやるからな。まあ今動いたらちょっとめんどくさいことなんでね。一言もなく消えやがって。I could have been happy. 幸せな家族。I could have found. 慣れたかもしれないってのにあいつは。俺の気持ち知らないし。どんな気持ち？ねえねえ、今どんな気持ち？でもあいつにはそれだけじゃ足りねえってか。結局そうやって薬やってんだもんね。誰があなたの言うことを聞くんだよ。なんで身を滅ぼすってことを分かってて一時の快楽に逃げて逃げるんだろうな。結局瞬間的に手に入れた力って一瞬でその反動を食うから意味がないんだよね。その一方でやっぱり長期的なスパンで手に入れたものっていうのは、やっぱりあの長い期間ね、その恩恵をもたらすっていう。だからダイエットなんかでも、短期間で体重を落としたら、リバウンドの確率高くなっちゃうんですよ。なんでかっていうと、体がその重さ、あの、カロリーの消費とかに慣れてないからだったりするんですよね。だから一方で、1年くらいかけて、おい、投げた。それ燃えない？いえ。ああ。ダイエットなんかでも1年とかねくらいかけてゆっくりゆっくり体重を落とすと、だから3ヶ月で5キロ体重を落とすのと1年間で5キロ落とすのとだったら後者の方が体重はリバウンドしにくい。何の話やねん。はい、じゃあトットがいなくなったのを目を盗んで私は逆らいましょう。え、ダメ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 。逆らって、無理。
ュイーン、ジュイーン、ジュイーン。あなたは一体誰のために生きているのか。今まさにその自分の壁をぶち破る時です。さあ行こう、さあ行こう、風に乗って遥かな明日目指し走って行こう、君と一緒に。その君っていうのがアリス。誰？行こう。アリス、アリス、誰がボスかパパがしっかり教えてやる。もう、いや、やめてパパ。よし、一発かましてやろう。アリス、That's enough. やめなさい。Leave her alone. もうやめて。What the fuck are you doing? てめえ、何してんだ。Put down the gun. 銃を下ろし、さっさとこっから出てくる。それは命令だ。I want you to leave her alone. その子に手を出さないで。You want? なんだと？ What do you mean you want? 手を出すなんだと。What are you gonna do? どうするってんだ。You're gonna shoot me? Is that? 俺を撃つつもりか。You're gonna shoot him? 人間を撃つってのか。あ、叩かれた。お前、故障したんだ。I think we need to なら俺が直してやるよ。甘い。もう二度とその手は食うか。ほっ、から危ない。ああ、テントはね、踏みつけるもんじゃなくてね、中から入るもんだよ。格闘技も身につけております。あー、ちょちょちょ、痛い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 。組み締めたところであれだよね、締まらないもんなんですよね。やばいやばいやばい、またそうやって組み締める。甘い。自分で痛めてやんの、ザマ。行ってって、ほっといてってば。ほんとそうだよ、俺は主人だ、黙って命令に従え。何だそれ、薬やってる割にはなんかあれだね、すごい。今撃った、あれ銃だった、今のベルトかと思ったけど。ベルトだと思ってた今、まさかのパーンだったね。これって逃げるんだ。あれ、ちょっと待って、銃は、銃はどこ行った。しかも来ないし。おお、いきなりはらんだね。ほい、急げ急げ、ガチャ。ほい、バス乗って。でも大丈夫かな、その血液がさ、その他のアンドロイドでさ、君人を撃ったのってバレないかな。おお、まさかの、いや、このオチは知らんわ。もうそれはそうか、2周目だもんね。それはオチ変わってくれないと、せっかく見てくれてる人たちもね、あれだもんね。はあ、まさかのトッと死亡ルート。あ、でも手を握ってくれる、助けてくれてありがとう。どういたしまして。あったかい、スリスリして、ポツン。いいな、娘にこうしてほしいな。まあ、まださすがにちょっとしてもらえるような年齢じゃないからあれだけど。いや、あ、なんかすごいルート分岐があるな。あれ、トットより後にアリスのところに行く。あ、トットより先にアリスのところに行けるパターンがあるんだ。まあ実はトットがアリスを殺しちゃうパターンもあるんだけどね。うん。トットが発狂する夕食の支度。はあ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 。プログラム。これめちゃめちゃ分岐あるな。トットを説得する。トットがカーラを押しのける。そうだね。あ、この下のパターンもあるんだね。うわー、このパートはめちゃくちゃやりがいがあるな。カーラがトットを撃った。で、まあ、ちょっとこれは、まあ、撃退してっていうのはあるけど、あまりよろしくないルートをもしかしたら辿ってしまったのかもしれないよね。カーラが
トットを殺すって出てるもんね。殺しちゃったんだこれ。そうか、死んだんだ。あー、なんかパート1の時もそうだけど、遠慮なく銃ぶっ放してるよね。うん、まあそういうこともあるということで、はい。すいません、ちょっと暴力的なパート2週目になってますが、ゲームということでご了承ください。ということでね、また次回のパートもお会いしましょう。バイバイ。